おはようございます。皆様、本日はお時間ありがとうございます。これからザ・京都アカデミア、1時間合格さん、矢島さんにお時間頂戴しながら発信させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。と、本日は工芸と共感力ということで、工芸の業界をこうやっぱり若手の皆様と一緒にリードなさっている矢島さんと、クラウドファンディングという新しいテクノロジーで多くの方の共感をこう集めて新しいお仕事を作っていらっしゃる坊垣さんから、次の時代のニューノーマルな生き方をぜひ僕も学ばせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回の取り組みを簡単に冒頭少しご説明させていただきますが、ザ・京都ということで、私ザ・京都の編集長の加賀亮と申します。とザ・京都とニュースピックスアカデミアさんで一緒になって、このザ・京都アカデミアという取り組みを始めさせていただきました。こういう生き方がこれから難しい時代に、文化を知るっていうことがもしかしたら次のニューノーマルを考えるヒントになるんじゃないかなということで、このザ・京都、私も京都に今住まわせていただいてやらせていただいてますが、京都のこの知恵の部分を皆様にお届けすることできればなということで、始めさせていただいた取り組みです。で、今日は連続ウェビナーの一旦クライマックスというか、ですので、とても楽しみにしています。で、ザ・京都なんですけれども、先週6月9日、京都新聞の141周年目の創刊日に立ち上げさせていただいたサービスなんですが、これまで新聞社は、毎朝、朝刊夕刊をお届けして、ジャーナリズム、地域のジャーナリズムにお役に立つよう頑張ってきたんですが、それだけではなくて、知る、出会う、育てるということで、実際に京都で新聞社はいろんな方たちとネットワークを持たせていただいて、お仕事させていただいてますので、今日のように、出会うという、この坊垣さんと矢島さんという新しい出会いを我々もお届けしていきたいなと。プラス、実際にそこから生まれてきた新しいプロジェクトに関しまして、育てていく、地域課題、社会課題というものをジャーナリズムでいろいろ発見させていただいて、それを皆様のお力添えをいただきながら育てていくということにまでお役に立てればなということで、この3つの柱を合わせて一つのプラットフォームとしてやらせていただいています。で、ビジョンとしましては、文化アートのコミュニティ、京都には茶の湯、工芸、お花とさまざまな文化がございますが、なかなか現実的には今難しい状況にあることもご存知の通りで、それをやはり京都の求心力、文化アートの求心力で世界中の方につながっていただいて、ここに遊び場というかプラットフォームを作らせていただくことで、我々的としてお役に立てないかということで、文化アートのグローバルなコミュニティを作ることをビジョンに取り組みをさせていただいている取り組みをさせている内容です。今日は早速矢島さんのお話を聞かせていただきながら、皆様に工芸とは何か、そして工芸にきっと内包されているであろう共感力という、そういったことを坊垣さんの話を聞かせていただきながら進めさせていただきたいと思いますが、矢島理香さん、自己紹介も兼ねて今の工芸のお仕事であったりですとか、はい、アエルさんの取り組み、最初10分ぐらいご紹介いただいて、そこからお話し進めていければと思いますが、お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、改めましておはようございます。株式会社エルの代表取締役を務めております矢島理香と申します。今画面共有させていただきましたが、ご覧いただけますでしょうか。はい、お願いします。はい、株式会社アエルなんですけれども、令和の和にひらがなでエルでアエルと読みます。これは当て字ではなくて、皆さんご存知のお料理のあえ物のあえるなんですね。このロゴの赤い丸が日本の伝統や先人の知恵を表しています。そこからもう一つ出ている円が、今日この今対談を、ね、聞いてくださっている皆様のこと、つまり今を生きる私たちの感性や感覚を表しています。で、アエルはこの日本の伝統や先人の知恵と今を生きる私たちの感性や感覚を混ぜて別のものにしてしまうのではなくて、こう会えることでより魅力的な日本を次世代につないでいきたいなという思いから誕生しました。で、この会えるなんですけれども、普段日本の伝統を次世代につなぐ仕組み作りをしている会社です。具体的にこれから少しお話ししたいと思いますが、私自身はですね、
日本全国の伝統産業の職人さんとお会いしたのが、19歳ぐらいの頃からでした。なのでもう13年ぐらいですね、ずっと日本全国の伝統工芸の職人さんの工房をですね回り続け、もう数えきれなくなってきたんですけれども、47都道府県でもう1000工房以上訪れていると思います。でこういった職人さんたちのですね、こう生き方、働き方をですね、その学生時代、大人の背中として拝見し、こういう、こう自分に素直に生きていくという、なんか大人ってすごく素敵だなって思ったのを今でも感じています。で今日、工芸とは一体何だろうということをですね、この後一緒に坊垣さんと鏡さんと哲学していくことになるのかなと思うんですけれども、なんか私はこの伝統工芸の、職人さんたちと対話し、そしていろんな技術であったりとか、そういう部分もですね、あるんですけれども、何よりも、まず、あれですね、なんか自分の、こう気持ちとか自分と向き合っているっていうところが一つ今日ポイントになってくる気がしているのと、もう一つは自然界の恵みをいただいているというところも工芸のすごくこう特徴的な部分かなと思うんですね。こういったこう今資本主義の社会が少しずつ音を立てて崩れつつあり、一体どういう豊かさを私たちは真の豊かさとしてこれから追求していくのかなという時に、大きなヒントを私はこの工芸の世界が持っていると感じています。で私はですね、この職人さんたちとの出会いから大学4年生の時に自分で会社をですね創業することになったんですけれども、一番最初に始めた事業が0歳からの伝統ブランドあえるというですね、赤ちゃん子どもと伝統産業の職人さんをまずこうあえるですね、心から始めました。というのも私自身も日本で生まれ育ったのですが、やはり日本の文化や伝統ってほとんど知らずに生きてきたんですよね。今日この、ね、対談をお聞きの皆様、子どもの時に日本の文化や伝統、何かこう伝統工芸品とかお家にあったよっていう方いらっしゃいますでしょうか。結構いろんなところでこの質問をすると、もう9割以上の方がうーんって首かしげられるんですよね。でそれはやはり今私たちの身近なところ、暮らしに日本の伝統や文化がなんかいなくなってしまっているのかな。で私はそれに大学時代全国職人さんを取材して、回っている中で気がついて、自分事としてなんか日本人としてもう一度自分の生まれ育った国、そしてこの文化というものを知ることが、なんとなくこう、まあ、子どもの時から大人たちってお金がないと幸せじゃなさそうだけど、お金があっても幸せじゃないんだなみたいのを、なんか社会のこう雰囲気というんですかね、でずっと感じてきて、バブルが弾けた頃に生まれましたので、何がみんな足りなくてぽっかりしてるんだろうっていう、なんかそれが私の子供時代の大きな疑問の一つだったんですよね。なんか直感的にそこをこの職人さんたちにお手伝いいただくことで、私たちこれからの心の豊かさを手に入れられるんじゃないか、それをまずは赤ちゃん子どもたちに届けるところから始めていきたい、そんな思いでスタートしました。でまずはですね、この出産お祝いセットというものから始まって、最初本当にオリジナル商品なので一つしか作ることができなくて、このたった一つの商品からあえるは始まりました。で日本に生まれてきてくれた赤ちゃんを日本のものでお出迎えしたいという思いで、日本のこう藍染めと愛情をかけまして、日本の愛でお出迎えする本藍染めの出産祝いセットと、産着と靴下とフェイスタオルのですね、切り箱に入ったセットから始まりました。そして
自分で食べるを応援する器、こぼしにくい器というですね、まあ、こう離乳食なかなか自分でこうすくうのがまだ赤ちゃん難しいんですよね。それを中に返しがあるこの器でお手伝いをするという、この形をですね、私たちみんなで考えて、日本全国の職人さんにこの形でそれぞれの地域の伝統の素材や技術を生かして地域性を大切にしながら、でもこぼしにくいはみんな同じデザインというですね、こう地域を超えて同じ形をその地域のアイデンティティをたっぷり入れながら作っていただくというですね、各地の職人さんとの連携プロジェクトを始めました。そして襖や障子がね、今なかなかお家になくなってきてしまっている中で、あの和紙に触った感覚ですよね、感覚記憶もすごく大切だなと思い、和紙に触れられるおもちゃを作ろうということで始まったのが、この和紙で遊ぶ体験を、和紙のボールという商品です。まあ、こういったですね、ものそして直すという文化も日本にあり、私はこう工芸って決して物だけの話ではないと思っていて、目に見えない精神性の世界というものも多分に含んでいるのが工芸だと思うんですね。そういう意味でその目に見えない世界の感覚を体感していただくにはどうしたらいいかなと思った時に、この直すという行為がすごくその精神性を感じられる瞬間である。それは私自身も初めて金継ぎとか銀継ぎというですね、お直しの仕方を知った時に感じて、このお直し事業というのは実はこう精神性を届ける事業として今取り組んでいます。で、大人になってもこうずっと使い続けられるというのもまた工芸の一つの魅力かなと思うんですね。赤ちゃんには赤ちゃんのもの、大人には大人のものではなくて、幼少期から日本のまあこう本物をずっと使い続けるということができるのを前提に作られているのも、また一つこう工芸の魅力なのではないかなと、この13年を通じて感じています。で、私工芸はもう一つ、私たちを消費者から暮らし手に変えてくれる、変えるというよりはまた元に戻るというんですかね、あの本質、本来の私たちの人間のまあこう営みに戻してくれるのもまた工芸なのかなと思っています。今私たちオンライン直営店、そして東京のですね、目黒にお家として、そして京都には築100年の町屋で、こういった、工芸はもちろん置いてありますけれども、いろんなですね、体感をできる場をご用意して、いろんなこう切り口から皆さんに日本の文化や伝統と共に暮らす豊かさをお伝えしているというのが今アイルがやっていることです。アイルスクールというですね、こうワークショップも親子向け、また企業研修などでもこの実はアイルスクール最近ですね、大変人気になってきています。これも伝統や文化工芸の力を通して、もう一度自分と向き合ったり、自分の周りの人たちと向き合う、そしてチームビルディングをしていくというような企業研修にもつながっていて、ここにも実は工芸の力で人間の心と心が開き合うというような作用を起こしてくれています。他にもですね、全国にアイルルームというお部屋がどんどん誕生してまして、こちらも日本のこう伝統工芸の力を空間を通してたっぷり感じていただき、もう一度自分と向き合う大切な時間に、このお部屋で感じていただけるというような場所にもなっています。まあ、アイルはですね、こういったなかなか今の時代工芸って身近だよという方が本当に少ないと思うんです。でもそれを無理やりこう身近にしましょうということではなくて、私たち日本の文化や伝統は人を優しくしてくれるということに、このアイルが創業して9年ですごく今確信しています。ですから文化や伝統が広がるということは、優しい人が増える、優しい人が増えると美しい社会がやってくる、そこはですね、目指して文化や伝統というものを一つの手法、手段として捉えて、あの真にこう人々が生きると働くを両輪で楽しみながら、
人間らしく生きていくという美しい社会を目指しているのかなと思っています。ぜひ私は、ね、今日は坊垣さんと鏡さんにも工芸ってどんな力があるのかな、そして私はこの工芸ってまさにその力の一つが、共感力というところを今日テーマだと思うんですけれども、なんか感じる力とか人間の感性をもう一度こうキュッてちょっと今閉じてしまっているところを優しく開いてくれるからこそ、なんだか共感力につながっていくのかななんて思いながら、今日この対談を楽しみにしておりました。ぜひちょっとお二人のなんか工芸でと触れていて、どんなこと感じられているのかお聞きできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。と小垣さん、今矢島さんのお話聞いていただきまして、僕なんかからすると、坊垣さんがやってらっしゃる、かけさんというサービスも、まさにその豊かさを再定義するような、新しいそのビジネスの形っていうものを、やってらっしゃったのかなと。で、もちろんその中にはこう、多くの方の共感を集めながら、お仕事を作っていく。きっとなんかそれは矢島さんが、アエロを通してやってらっしゃることと、きっと精通するものあるんじゃないかなというふうにお伺いしたんですが、ちょっと自己紹介も兼ねて、はい、その共感力だったりですとか、今坊垣さんがやってらっしゃるお仕事、少しお話ししながらちょっとこう今日のトピックを見つけていければなと思いますが、はい、よろしいでしょうか。はい、改めまして幕開けの坊垣と申します。皆さん今日は朝早くからありがとうございます。矢島さんは実は2回目でお会いするのは、1回目お会いした時からすごいなんていうんですかね、柔らかい方ですごい素敵だなと思って、今日もお話の中身もそうなんですけど、私は結構バーって喋っちゃうんですけど、なんか声聞いてて朝からすごい癒されたと思いながら、優しい気持ちに優しい気持ちに思うんですけど、なってますが、最初にラエルのこう事業の内容をお伺いした時から、こう多分 2,3 年経ってるんですけど、こう信念変わらず、変わらない信念の中で中身はね、こういろいろと発展されていて素晴らしいなと思いながらお話をお伺いしてました。で、まさになんか精神性のところが幕開けはすごく共通しているなと思いながら聞いていて、幕開けのビジョンがですね、もう本当に会社のビジョンなんですけれども、生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、残るべきものが残る世界の実現というのがテーマなんですね。言ったらまさにさっき資本主義の社会がっていうのをお話あったと思うんですけれども、やっぱり戦後日本もそうなんですけれども、それは世界的にかもしれませんけれども、こうちょっと資本主義が行き過ぎた感覚みたいな私もあるなと思っていて、こう消費のスタイルもみんながこう持ってるから買う、流行ってるから買うとか、そういう感覚がなんかこう強くなってしまっていて、じゃあ自分が手にしているもの、目にしているもの、なんなら体に入れている、食べているものが誰によってどう作られているかみたいなところを知らないで消費しているっていうような感覚が、ちょっと皆さんこう逆に言うとスタンダードになってしまっていて、そのまさに、工芸なんか特にそうだと思うんですけれども、こう作り手さんが時間と思いを込めて作ったものの、そのもの自体の背景だったり思いみたいなことをなんか知ってで、物を買うとか使うとかみたいな感覚がなんかこう戻ってくると、もっとこう人間豊かになるなみたいなことはすごい思っていまして、なんかそのあたりのこう感覚とかこう精神性すごい近いものがあって嬉しいなと思いながら聞いてました。幕開け自体も、最近はクラウドファンディングサービスって言い方をやめていまして、応援購入サービスっていう言い方をしています。どういうことかっていうと、まさにそのものを、買いながら応援してもらうとか、応援の気持ちで購入してもらうとかっていうところの、消費スタイルを広めていきたいなっていう思いからなんですけれども、幕開け自体クラウドファンディングの仕組みなので、こう皆さんが欲しいなと思ったもの、応援したいなと思ったものにお金を出すと、それ自体が、そこから作られて届くっていうような仕組みになっているんですが、いろいろな結構課題を解決していて、例えばですけど、今までのものづくりってやっぱりたくさん売ろうと思うと
先に量産して、まあ、売れるかわからないものと先に量産して売れないと在庫抱えちゃうみたいなところがあって、それがまさにものづくりの世界の結構一番の課題だって言われてたりしますけれども、あの幕開けの場合は、まあ、欲しいよっていう人が先に集まって、でそこから作られたりするので、やっぱり在庫リスクが軽減できたりとかするんですよね。そうすると当たり前ですけど無駄が減ったりとか、だその順番を逆にしているようなところがあって、やっぱりマーケティング活動先に来ればそういう無駄もなくなるよねっていうようなところだったりとか、であとまさにその幕開けのページの中で、作り手さんが思いをしっかり発信することで、それをしっかり読み込んでもらった上で応援購入してもらうみたいな、まあ、ただの購入ではなくて、そこに、背景を理解して応援を添えて、購入してもらうみたいな、なんかこういう感覚をサイト全体に今あの作り上げていこうとしてまして、まあ、サービスを通してそういう消費スタイルっていうのに、まあ、なんでしょう、気づいてもらうというか、もともとあるものだと思っていて、あのそこのこう心の通った消費というか、作り手とさんとのつながりというかみたいなところをなんか感じてもらえるこう時代を作っていきたいなっていうふうに思っていたりします。はい、なんかすごくあの私が共感しますってなんか言うんですけど、なんかもう今共感していて、なんか先ほどの私が消費者からもう一度暮らしてっていうのが今おっしゃったところ、うん、本当になんか同じだなと思いました。消費するもの、うん、つまり経済を高めていくためにもう変わって買ってもらって捨ててもらって買ってもらってというサイクルを、うん、誰かが私は悪いと思っていなくて、うん、そうせざるなんだか負えない社会の空気というんですかね、もしかしたら、うんうん、なんかそういうものがきっと過去日本に生まれ、なんとなくそれがここまで来てしまったのかなと思った時に、なんか今の坊垣さんの話ってまさにアイルでいう暮らし手を育むっていうところ、うん、あ、一緒だなって思いました。なんかお二人のお話をお伺いしてますと、今あの、まあ、ニューノーマル、あのこのコロナ禍ということで皆さん非常に、まあ、あの厳しい時を過ごしてらっしゃると思うんですけども、なんかそこに対してこう次の価値観としてお二人がやってらっしゃることがもしかしたらものすごくヒントになるんじゃないかなっていうあの感じもしてお伺いしてたんですが、それぞれお二人にちょっとお伺いできればと思うんですが、まあ、まずはその矢島さんに工芸っていうものが持ってらっしゃるその豊かさみたいなものがこのニューノーマルという中でこういうことがなんかもっとこう皆さんも幸せにできるとか豊かにできるんじゃないかみたいなことあればぜひお伺いしたいですし、坊垣さんにはなんか先ほどおっしゃってくださったやっぱり新しいものとその使い手との関係性、その応援購入っていう形がこのニューノーマルっていう状況の中でもっともっとなんか社会 の, あの最適な解として出てくるんじゃないかなと思うんですけども、なんかその辺でこう今お考えになられていることとかこう、まあ、一方で難しさも当然あると思うんですけども、ぜひなんか聞かせていただければなと思うんですが、リカさんいかがですか。なんか私お家でこのだから13年いろんなですね各地の職人さんが生み出された、まあ、伝統工芸品をですね、もう普通に使っています。つまりこうなんかこれは晴れの日にあの大事な日にこう使うからしまっておこうとか全くそういうことしていなくて、なんか日常で使っている。それが実は自分自身にもなんか優しさをもたらしてくれている気がして、例えばなんですけど今ちょうどたまたまお茶今飲んでるこの急須がここにございます。でこれも萬古焼という急須なんですけれども、あの例えば蓋もですね結構まあ割と薄めだと思うんですよね。で蓋が薄いということはですよ、まあ、あの乱暴に扱うと割れるじゃないですか。で適当に置いとくとなんかこう何かの下に行ったら多分簡単に割れてしまうんですよ。でもなんかだからこそこの子をなんか大事にしてあげたいなって自然と思いますし、なんかそれがじゃあ華奢ですぐ壊れちゃうから不便ではなくて、なんかこう最大限ものとして美しくなるようにこう強度と薄さのなんかこう際を職人さんなりにこう攻めている感じがするんですよね。ですから普通にというかこうあの
こちらがある程度丁寧な気持ちを持って普段から接してれば、まあ、まず割れることってないんですよ。でもなんかこのこういう子たちの存在、つまり伝統工芸品の存在が、まあ、私の中ではこう、まあ、誰かに優しくするに近い部分があって、ちょっとその子と向き合ってなんかこうふっとこうガシャンじゃなくてすっとこうなんか日常にそういう立ち止まる瞬間とかこう間をくださるのが伝統工芸なのではないかなって自分自身の今暮らしを振り返りながら感じてるんですけれども、なんかちょっと抽象的かもしれないんですけど、なんかあれですよね、便利なだけだとこう多分生み出されない感覚ですよね。そうなんですよ、ね、ちょっと立ち止まるっていう瞬間が一日の中に何度かあるって、それだけで自分自身のまず心に余裕を生み出してくれたり、なんかちょっと落ち着く時間になったり、でそれが全くない一日と一日に何度かそういう瞬間が訪れる、でこれを365日10年、20年ってこう積み重ねたときに、そこにはすごく大きな差が生まれるんじゃないかなって感じるんですよね。なんか工芸っていわゆるこうものづくりの中でも特にこう芸術性とか美術性とかみたいなところを、はい、その機能性に付加してるっていう考え方で多分ある程度定義されてるのかなと思うんですけれども、なんかこう芸術性とか美術性、まあ、見目が美しいとかも含めて、っていうこと自体もやっぱりすごく豊かさにつながるなと思っていて、いや本当にそうです ね、 そうですよね。なんか美しいなって、あこの美しさとこの手の込んだ感じが職人さんこれぐらい時間かけたのかなとか、なんかこういう思いでこういう作業してたのかなとか、なんかそういう想像性につながったりとかして、こう気持ちがこう温かくなるというか豊かになるというなんかそういう感覚をこう呼び起こしてくれるものだったりするのかなと。だから自然とあの毎日そういったものと対峙するようになるんですよね。家の中に工芸が増えると、そうすると自分自身の美意識も本当にこの13年で大きく変化したなと思っていて、なんかこう審美眼といいますか、美しいなって思うこう目が工芸たちによって非常に養っていただいているというか成長させていただいている気がして、それも、まあ、昨年でしたかね、こうなんか、まあ、ビジネスマンの中で美意識を、ね、鍛えていくということであったり、まあ、感性を育むということが、まあ、いよいよビジネス書でもかなり語られ始めたのがなんか去年ぐらいだったかなと思うんですけれども、私はなんかようやくそこに社会が触れてくださり始めてすごい嬉しかったんですよね。まさに本当に大事だなと思っています。大垣さんもなんかお着物をあの最近はお召しになられているというちょっと噂をお伺いしてるんですが、まさにね、大垣さん、西陣織の職人さんとお会いしてました、うん、すごいちょっとお昼に。そうなんです、うん、帯をお願いしていて、ちょっとコロナで、受け取りが遅くなったんですけど、はいはい、どういうところにその魅力を感じてらっしゃって、あのやっぱり大垣さんみたいなあのご活躍してらっしゃる次世代の方というかね、そういう方に工芸をもっともっとこう使っていただいて、なんかこうあそういうのってかっこいいなっていうふうに思っていただけるときっといいのかなというふうに思うんですけども、大垣さんどういうところに魅力を感じて、またなんかどんな時にこう着物が着れたらいいなと か、 お思いになられることあるのかなと思いまして、なんか私もまだまだお着物は初心者で詳しいわけじゃないんですけど、こう私もまあいろいろな地域のこう産業、まあ、伝統産業だけじゃない、まあ、工芸だけじゃないんですけどにこう触れてく中で、やっぱりその日本ってあの気候とか風土のやっぱりその地域ごとのこう差分ってすごく大きいので、それが生み出したそれぞれの地域のこう産業と暮らし方みたいなのが、食べ物もすごく違うじゃないですか。
こんなにこう、なんていうんでしょう、ちょっとさ違うとこに行ったら違う食べ物があって、それをまた違うその地域に合わせた調理法をしてるとか、なんかそういう国って実はあまりないんじゃないかなと思うんですけど、そういうこう気候とか風土をこう生かした伝統産業みたいなのがこうたくさんあって、でそれらをやっぱり知らない自分に気づいたし、で本当は実は身の回りにあるものがそうやって作られていたりするかもしれないんですけど、なんかそれをやっぱり知らないなと思って、で着物なんて最たるところで、日本人なのにそのお洋服はみんな着こなせても、お着物は着こなせる人がすごく少ない、まあ、着れないわけですよね。私今年、着物を自分で着れるようになりたいと思って、ちょっと今習い始めなんですけど習い始めるところなんですけど、あのなんかちょっと恥ずかしいなと思ったんですよ、あの知ってしまったら、はい、皆さん知らないだけで、なんかこうこれがどう作られてるの、日本の伝統産業だよねって言われた時に知らないし、なんかでも知ってしまうとやっぱりなんか知らない自分がちょっと悲しいし恥ずかしいみたいな感じで、でなんかこう難しいことを勉強しなくてもいいと思うので、やっぱりなんか触れて使って感じていくみたいなことから、好きな特に好きなものかなんか始めてみようみたいな感覚、楽しむのが一番ですよね、勉強だと思うと、私13年伝統産業の皆さんと絶対できなかったと思ってもう本当にあの楽しみながら、気づいたら、あれ私知ってる覚えてるみたいな感覚ですよね。でなんとなくこの感覚の発端は、実は私大学時代に京都に行って同志社に通ってたので、そうなんだ、ね、京都で暮らしたことがあるんですよね、つまり、なんかやっぱそこでのなんかこうか感じたものというかみたいなことから、なんかやっぱり古き良きものに興味は多分持っていて、でそれがなんとなくこう今につながっている感覚はあるなという感じです。なんか観光だけだと感じられないものみたいな、私は各エリアでなんか産業を見てよりその地域を知ることが多いです、ね、なんかそういう感じ方を皆さんがもっとできるようになったら、なんか日本の良さになんか抑えなんでしょう、新しくこう感じていただけたり、再度こう気づいていただけたりするのかなとかってちょっと思ったりするんですけどね。リカさんもそういえばあのもう京都に移住なさって1年以上経たれますよね。そうですね、経ちますね、うん、どうですか、やっぱり改めてまた京都にねこう今お住まいになられて、その辺のなんか、うん、あ、なんでしょう、より自然に、なんかこう、自然界があるから、こういう伝統工芸みたいなものが生まれたんだなっていうことをより感じやすくなりましたね。うんうん、私、東京で生まれて千葉のベッドタウンで育って、でもその後、やはり10年くらい東京にずっと住んでいたので、山とか自然に出会うのに、うん、1時間以上はこう車で行かないと、電車で行かないとあまり出会えないのが東京だと思うんですけど、京都っていわゆる、まあ、街の真ん中にいて必ず山が見えるんですよね。もう山に囲まれていて、自然界がもう30分も行けばすぐそのなんか大自然の中に入れるみたいな状態で、その、もともと京都が都で、その、まあ、工芸を作る方々もこの近辺にたくさんいらっしゃるというのは歴史的な流れかと思うんですけれども、なんかこう自然の恵みをいただきながらものを作るという感覚をすごいなんか感じやすい部分もあるのかなと思うんですよ。こう工芸って、私先ほど大垣さんの話を伺いながら、なんかもう存在自体が人に何かしら共感をさせてしまう力があるんだなって、なんか先ほど大垣さんの、なんだろう、どこかこう知らなかったことが悲しかったとか、うんうん、なんかこうそういう話を伺った時にもっと早くだから知りたかったっていうことですよね、うんうん、なん
で、こう多分今日今こう聞きくださってる方々の中でも、その工芸って今まであんまり考えたことなかったとか触れてなかったという方でも、なんか嫌な気持ちになる方っておそらくなんですけど、うん、めったにいらっしゃらないのではないかと思うんですよ、うん、なんかそれってすごい力だなって思って、なんですかね、加賀美さんもなんかだいぶもう京都に住まわれて長くなられて、うん、はい、多分ご自身も工芸たくさんお家でもお持ちだと思いますし、今日の召し物もねすごく素敵なものですけど、うん、なんか工芸の共感力がなんかまたこう加賀美さんをこの京都にずっとこう引き寄せてるのかななんて思ったりするんですけれども、うんうん、そうですね、本当にあの僕が一番やっぱり京都で贅沢だなと思ってるのは人間関係、衣食住、あの暮らすものに必要なものを大体こうお知り合いの方がお作りになられてるっていう、でこれも僕もちょっとあの知り合いの方 のからなんていうかな頂戴したものなんですけども、やっぱりあの関わってらっしゃる方がお作りになられていて、あのその方の美意識をこうまとわせていただくっていう、なんかこれは何者にも変えがたい贅沢さだなと思って、ね、先ほどのリカさんのお直しもそうですけど、本当に全てのものが誰かこう目の顔の見える方がこう提供してくださってらっしゃって、うん、でなんかまあか間接的にですけども、その方を自分がこうその美しいものを残すことに、まあ、応援させていただけてる、まあ、その経済っていう活動の中でそういう気持ちを持てるっていうのは、まあ、京都のこのサイズ感と そういうね、あらゆる職人というかエキスパートが揃ってらっしゃるっていうのは贅沢だなと思います。さっきあのコメントであの堀口さんから、矢島さんのお茶を飲む所作に伝統工芸を慈しむ気持ちがにじみ出ていますね、ありがとうございます。そういう優しさとか共感力が、ね、出るんだなと、うん、なんか本当に京都は身近ですよね、うんうんうん、なんかやっぱり街並みもだけとってもそうで、私も市場から烏丸とかに住んでたんで、本当にど真ん中に住んでて、なんかこう日常の中にあのそれがあるなっていうのを結構感じていて、まあ、本当に目の前がまさにあの京都の伝統的なお家の作りで、あのお家が残ってたりとか、お隣がちょうどマンションのお隣があの祇園祭りの鉾を保存している、うん、小屋で、すごい月に1回必ずお囃子の練習の音がこう聞こえてくるんで、うん、なんかそういう感じとかも含めて、なんかこう感じる瞬間がすごくやっぱり多かったなと思っていて、で、まあ、なんか東京にいてやっぱりそれが感じづらいっていうのは確かなんですけど、なんかまさにこう去年ぐらいからちょっとそういう話も出てますねって矢島さんさっきおっしゃってたんですけど、なんかまあビジネスウーマンはもうそうですけど、なんか特にこう経営者とかはあの芸術とかあの伝統工芸とか私はすごく触れた方がいいなって、まあ、自分がそれですごくなんでしょう、クリエイティブにこう なっていけてるか分かんないですけど、なってきてる感覚はあって、なんか経営とかって会社や事業をクリエイトすることなので、うん、なんかそのクリエイトしていく感覚がこう閉じてしまわないようにした方がいいと思ってて、まあ、人間やっぱりある程度考えられることってこう限られているというか、同じことを思いついたりするってよく言うと思うんですけど、それと同じところにいるとやっぱ同じものしか思い浮かばないと思うんですけど、同じ経験していると、なんかこうそうじゃないものに触れる経験がそのこう閉じてる感覚をちょっと開かせてくれたりとか、タガを外してくれたりとかするなってすごい思っていて、なんか無縁だと思ってる人が結構多い。でまあ、どちらかというとこう頭感じるんじゃなくて、うん、頭で仕事してて経営してるみたいな人が多いと思うんですけど、やっぱり組織づくりも本当は何て言うんでしょう、人が基本的な中心にあって、こう人と人との関わりの数が増えていくみたいな感覚で、私はこう需要が拡大していくときに人が増えていく感覚をそういうふうに感じてるんですけど、なのでなんかこうそういう感覚をなんかも経営者がもっと持ってると社員がもっと幸せになれるし、社員一人一人も多分そういう経営者を見ているとこうもっとこうクリエイティブになれたりとか、自由な発想だったりとか、こう人間関係自体ももっと自由に作っていけたりとかすると、自由な発想が生まれて会社や事業良くなっていったりとかすると
思うんですよね。なのでなんか利益追求をしていくとなんか逆の方向に行きがちなんですけど、なんか結果論なんか事業うまくいったねみたいな風に本当はなるはずだなと思っていて、そういう組織系をしていると確かになんか本当は順番逆だよねみたいなことをちょっと思ったりして、そのなんかそれに気づけてる経営者って実はすごく少ないなって思っていたりします。すごく本当にそうだなと思いますし、私もいつも会社ってあの法人格、人格なんですよね。人間以外の人格を唯一有するのが今日本では法人格だから、私アエルをアエルくんって呼んでいて、そのアエルくんのことをやっぱり今ウォーチのお話しされたように育んできている中で、なんかあの本当に文化と経済ってまさに両輪だなと思っています。というのが例えばあの文化がないと私経済って発展しえないといつも思っていて、コップを一つしか持っていない方っていらっしゃいますかね？ないですよ。1個ってなかなかいらっしゃらないと思うんですよ。1つ。5個前後という方はどれくらいいらっしゃいますかね？ね、多分10個以上お口にあるっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、加賀美さんおいくつぐらいございますか？そうですね、やっぱり10、20はうちはよくカレーパーティーやってるんで、はい、あの遊びに来てくれる、はい、その数だけ準備させていただいてますね。加賀美さんはいくつぐらい？私それこそあの器がすごい好きなんですよ、ええ、ちょっと収集癖があるので結構たくさん持ちなんですね。映ってるのが大きな食器なんですけど、結構持っています。なんか私もしなんですけど、人間が本当にあの生命維持活動のためにですよ、飲み物何でもいいから飲んでいればいいという状態であれば、うんうん、この一つあれば何でも飲めると思うんですよ。お水でもお茶でも日本酒でもワインでも、うん、でも皆さん多分飲む飲み物に合わせてあのその器、コップ側を変えてらっしゃると思うんですよね。これって先人が見出した飲料、飲み物を飲む文化に合わせてあのより美味しく、より楽しく仲間と一緒にということで、いろんなコップを数多く皆さんが買うという購買行動を起こしていると思うんですよ。でここにやはりその文化を生み出したからこそ、私たちは気づかない間にその文化に従ってある種こう心を豊かにする購買行動をしているというのが一つ分かりやすい事例としてなんか感じていて、だからこういったこう美意識とかあの文化というものをやはり積極的に経営者であったりあのこう人々が育むことが、実はひいてはこう樽を知る経済といいますか、うん、なんかものすごい右肩になるかは置いておいて、ある一定持続可能な経済を生み出していくためには、うん、経済活動をして経済に投資をし続けるのではなくて、やはり経済が文化に再投資をすることで文化が新たな経済を生み出すということに、まあ、こう明らかに直結しているのではないかなというのはここ数年ずっと感じていることなんですよね。まあ、武田さんからちょっとあの関連する質問で、美意識がビジネスで生かされた具体的なお話ってありますか？その今坊垣さんがおっしゃった、例えば、まあ、坊垣さんが今幕開けさんを経営していく中で、こういう美意識をこう実際ビジネスの中にこう活用していくというか、そういうお考えとかなんか今までのこう事例ってあられたりするんですか？なんか実はこう目に見えるものにも影響していれば、そうじゃないものにも影響していると私感じてまして、なんか目に見えるもので言うと、まさに幕開けっていうサービスをこう提供している中で、事業者さんがこういうものを作りたくてとか、こういうサービス始めたくてっていうお話ご相談たくさん来る中で、そこに対して、その領域にすごく詳しくなくてもこうアドバイスをやっぱりさせていただく機会があって、でそれはたくさんの、まあ、
世の中からこう認められているものというか、皆さん欲しいと思っているものの反応みたいなのを見ているので、そのノウハウを持ってこうお話をしたりするんですけど、やっぱり、見せ方のデザインみたいなところは結構重要 で、それ見せ方っていうのは表現の仕方もありますし、実際の本当の写真とか動画でどう表現するかとかっていうクリエイティブな部分もあるんですけど、目に見える部分もあるんですけど、なんかやっぱそこである程度こういろんなものを見てる人の方がこういろんな角度でアドバイスができる。でうちはそのキュレーター制度っていってワンオンワンで、ご相談に乗っていくんですけれども、やっぱりこう美意識というかこうそういう感覚が育っている方がそういうご相談により乗りやすいんだろうなっていうのは感じていたりしますっていうのは一つと、あとはもう一つはなんかこうお仕事してる中でやっぱりその人と人が一番重要だと思って、まあ、その中心なものがそういうコミュニケーションだと思ってるんですけど、こう他者さんと例えばお仕事するときに、まあ、他者さんにとって、どうあるべきか、私たちにとってどうあるべきか、ビジネスって常にそういうこうせめぎ合いの中で、こうご一緒していくことが多いと思うんですけど、なんかこう、みんなにとって、良い形を想像するみたいなところのクリエイティブに、なんか私は結構その美意識が生きてると思うことが多くて、なんか美しい落としどころを探すみたいな感じなんですけど、みんなが気持ちよくやれてより良い成果で、その成果自体ももう世の中にとって良い成果がどう生み出せるかみたいなことをなんかこう追求する心だったり追求する感覚みたいなところに、ちょっと抽象的なんですけどね、見えないところっていう話でいくと、が生きているのかなって思うことがあります。なんかリカさんは、まあ、実際にアエルさんの事業自体がもうそういう美の事業だと思うんですが、はい、そういうご覧になられている方に美の部分が皆さんのお仕事にこういうふうにお役に立つんじゃないかっていうふうに、お思いになられることあられますか？今坊脇さん最後におっしゃられた抽象度というところが非常にこの美意識と直結しているなと感じておりまして、アエルに入社した社員が数年経って一番こう自分の成長をした部分として挙げるのが、やはりこの美意識が上がったと抽象度を上げて話すことができるようになったというところがあるんですね。だからここってやはりその今具体と抽象をいかに行き来することができるかというのは、まあ、こう新たなビジネスを創造していく上ですごく重要な力だと思うんですね。具体だけで話していると新しいものって生まれないですし、じゃあ抽象だけでいいかというとふわふわしたなんか夢見心地の話になってしまう。でそこをですね、こうなんか美意識って具体と抽象を行き来するなんか力そのものだなと思うんですよ。とても例えばこう詳細にディティールを見ることも必要ですし、こう俯瞰的に全体的なこう美しさってなんだろうみたいな心配りだったりとか、もう美意識そのままがこれからの時代に必要とされる何かを自ら生み出せるお仕事をする方々にとってはもうなんかイコールその力を育んでもらえいただけるものではないかなと思いますね。いやでも今の表現なんか私言語化できてなかったんですけど、ちょっと言語化してもらった感じがしますね。抽象的なところと具体を行き来するっていう、まさになんかこう生み出す発想するときはやっぱり抽象的なので、でもその抽象的な中でそのクリエイティブに生み出すってことはすごい重要で、でもそれを形にするのはやっぱり具体性なので、やっぱり具体をこうしっかり突き詰めることもできないといけないですし、そうですね、方法は確かに必要ですよね。なんか追加の質問で吉松さんから、じゃあそんな美意識美的感覚っていうものを磨いたり育んだりするためにはなんかヒントというか、お二人が心がけてらっしゃることありますかという質問をいただいてるんですが、いかがでしょう。なんか私はやはり、こう意識的に自然界の中に身をこう置くという時間を
やはり年間通してこう持つようにしていることというのが、究極の私は美の教科書を起こす自然界の営みだと思うので、そこから人間が何を学び、こう美しいものを人間なりに生み出すかということだと思うんですよね。ですからこう自然界というのは、そのなんかとても調和が取れていて矛盾がない、あのなんか営みって本当に参考になるなと思いますね。あとはやはりお家の中に、まあ、まず一つでもいいので、ぜひ何か工芸品を迎え入れてみていただけると、そのなんか毎日自然界に行けるよというわけではないと思うので、やはりこう自然界に近い中で生み出されている工芸品にあのを 目がまず見る、目で見る、視覚的に感じるというところから、そのまず美意識、美的感覚というのは、私自身がやっぱこの13年でお家の中にそういうものが増えたことで、明らかにそこの意識と感覚、またそういうアンテナを自分の中に持つということが、すごくその磨くためには大事かなと感じています。どうですか、坊垣さん、その美意識をみたいなものを磨くためのなんかヒントというか。ですね、私も磨きたいなと思ってしているって感じなのであれなんですけど、さっきちらっと言ったんですけど、なんかこう皆さん旅行するってなった時に、どうしてもこう教科書のようにどこかに載っている観光スポットに行ってしまうと思うんですけど、それってやっぱりこうどこ、実はどこでも見れるものだったりするですよね。なんかそれがたまたまそこにあるだけみたいな、というよりはなんかやっぱりその地域が生んだものをなんか 見る経験ができると、なんか私はすごくいつもそこから学んで帰ってくることが多いなと思っていて、まさにその地域の産業を見るとかもそうで、で例えばですけど、なんか私は酒蔵によく行くんですね。日本酒の酒蔵によく行く。私も大好きです。お酒ってそのすごくその地域に根ざしていて、まさにお酒って言われますけど、その地域のお水が美味しいから美味しくなるし、やっぱりお米はまあいろんなとこからね、こう持ってきて使ったり、山田錦使ったりとかもちろんするんですけど、まあ、その地域のお米使っているお酒も結構あったりとかしますし、あとやっぱりそのお酒を一番楽しめるのはその地域の食べ物なんですよ。でそういうふうに作られているですけれども、なんかそういうものを、まあ、その地そこで飲む、それから作った人の話を聞く、どうやって作られてるかを知るみたいなことが、その地域の、間接的に歴史を知ったり、風土を知ったり、自然の営みを知ったりすることに結構つながっていて、なんかこうお勉強してるわけじゃないんですけど、なんかその地域の産業を学ぶと、その地域がすごくよくわかるんですよね。その経験が私にとっては結構美意識だったり、こう感性を磨くみたいなところにつながっている気がします。うん、本当そうですよね。本当にね、このちょっと落ち着いたら坊垣さんに京都にお越しいただいて、みんなで酒蔵訪ねてね、着物でお酒を楽しみたいところですけども。質問がまだ今までお二人が話してくださったことにだいぶ関連していると思うんですけども、そのこのアフターコロナで物の豊かさの次のその豊かさみたいなことでどういうふうに、まあ、シフトしていくと思われますかと、実際ね、理香さんが今回伝統工芸のいろんな調査をなさって、まあ、その継承に関しても今非常に難しい状況にあると、まあ、僕らのこの美の源泉であるその工芸っていうものが一方でものすごく難しい状況に立ち向かってるっていう中で、まあ、希望的なこともあるのかもしれませんけれども、こういうふうな社会になっていったらいいなとか、まあ、今こう予感として感じてらっしゃるようなことをもし教えてくださったらと思うんですが、どうでしょう。はい、本当に何を残したいかと思う、ところに私たちが具体的な行動でその残したい、つまり次世代にしっかりとつなぎたいものを取捨選択していく、まあ、こう必要性というか必然性が生まれていくなというのは、
すごく感じていますね。なんとなく残れる時代ではなくなってきていて、そこに今まさに、まあ、もう一度こうつなぎたいものは何ですかということを問われ始めていて、でその時にアフターコロナの時私はなんかそれがじゃあお金がないとそれを残せないという時代であり続けると、今回のこの私たちに何かを考えさせる、なんか考えさせるために何かが起きたかもしれないのに、なんか何も変わらずに変えずにまた元に戻っていくということは、なんかこう人類の進化としてなんかこう進化していけていないという結果になるのではないかなと思うんですよね。だからこそ私は完全にお金が貨幣がなくなるという社会がすぐに到来するとは思っていないんですけれども、やはりこの改めてコロナが起きた時に私の中で実は不安ってなかったんですよ。それはなんか食べ物とか飲み物とか住む場所とか、なんかそれをこう共に交換し合えるこう仲間が全国各地にこう顔が思い浮かんで、なんか別にお金がなくてもこう生きるということは全く問題なくできるなという、なんかありがたい自信といいますか、皆様のおかげさまでのそういった自信を持ってこうコロナ前も今も変わらず、まあなんか気持ちはとても前向きで豊かにさせていただいている、なんか本当の意味で自分にこうお金ではない人とのつながりを持てているのかということがとても今問われ始めているし、アフターコロナ後はそここそが本当の意味で生きるということのなんか真の意味に近づいていく。だから人はやはり一人では生きていけなくて、なんかお互い様で助け合いながら生きていくということを今当たり前だけれども、もう一度そこを考える機会が来ているかなと感じています。そうですよね。坊垣さんいかがですか？なんかそうまさにそうだなと思いながら今お話聞いてでかつそのなんか冒頭に矢島さんおっしゃってたお話ちょっと思い出して、工芸の職人さんがすごく素直に自分と向き合っているって、そうなんですよね。そうだなってすごい思って、なんかこう自身がこう何のために生まれて生きてるのかみたいなことをなんかちゃんと分かっていらっしゃるだと思うんですよね、なんか職人さんって。でそれをなんか素直に受け止めて、なんかそこに一生懸命こう精神性向き合われていて、そこからその素晴らしい工芸が生み出されているみたいな。 だからこそそれを手に取った人にそれが伝わるみたいな感じなのかなってすごい思っていて、なんかそのやっぱり人間がその見なくなってしまったというか忘れてしまったなんかその感覚、なんか自分と向き合うみたいな時間を私はコロナの間に結構皆さん得られたんじゃないかなと思っていて、どうしても人と触れ合えないので自分と向き合う時間ってやっぱ増えたと思うんですよね。なんかそこでなんだか今までだったら気づけなかった何か自分の本質的なもの への気づきみたいなのをなんか忘れないでこの後に生かしていけると、ちょっとずつなんか世の中変わるじゃないかなって思っていて、なんかそういう気づきを実は皆さん今日聞いていただいている皆さんもなんかもしかしたら一つでも二つでもなんか本当は私こんなに物に囲まれて生活してるけど必要なかったなとかなんか時間を消費してしまっていたなとか、なんかそういう小さな気づきでもいいんですけど、なんか気づきはあったと思うので、なんかそれをこうこの後に皆さんが生かしていけるとちょっとずつなんか世の中豊かになるかなみたいなことはちょっと感じていたりするのと、あと、まあ、ちょっと違う観点で幕開けって IT のサービスなので、なんかちょっと IT の力みたいなところをこうお話しさせていただくと、今回やっぱりコロナがあって IT の力って皆さんすごく感じた
と思うんですよね。私は IT の力はつなげる力だと思っていて、なんか正しく使ってもらえると人と人がなんか直接実はつながれる場を作れるんだと思っていて、幕開けなんかだとまさに作り手さんと買う人を直接つなげているんですね。でこれは実は、この何年かでできてしまった流通構造、たくさん間に人と会社が挟まっていて作り手と買う人がすごく遠いみたいな状況からすると、実はその距離がガッと一気に縮まっていたりするので、こうなんていうんでしょう、インターネットの力をなんかより良い方向にこう生かしていって、こう直接思いを伝えられるとか、もう伝えた上で、そのものを知って、そのものの背景を知って買ってもらうみたいなところになんか つなげていけたりするチャンスっていうのはなんかより増えたのかなみたいな、直接発信できるチャンスか、ね、はより増えたのかなと思うので、なんかそういう感覚がより具体になっていくってこともなんか一つ変化かなというふうにも思ってます。そうですよね。すみません、2人のお話がめちゃくちゃ面白いんで、実はあっという間の9時半でして1時間の、はい、時間が来てしまいまして、皆さんご覧になられている方ももうそろそろ修行というか、ね、もちろん9時から始まってらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、続きの話はまた、このウェビナーなのか京都でリアルでまたお越しいただきながらやらせていただくのか、ぜひぜひ今日いただいたヒントを、アクションというか実践とか、実際なんかね、お二人がこう挑戦なされば世の中を変えていける仕組み、どん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 作っていけるんじゃないかなというふうにお伺いして感じましたので、これをご縁にますます、そしてザ京都も、美をこれからお届けしていく役割として少しでも役に立てればと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。本当に今日はお時間ありがとうございました。ご覧いただきました皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ本日はこちらで失礼させていただきます。